イージーなのにドハマりというね。初めてなんだ。ああ。普段は感情をあまり表に出さない夫が、最後は感動するからと興奮気味に話してるので、夫、普段感情をあまり外に出さないんだ。どんな夫だよ。優しい方なんです。皆さんは最初にそんな期待してなかったけど、やってみたら思ってた以上にハマったゲームとか、そういうもの、映画とかありますかって。よくある。ああ、ありますよ、僕は。映画。映画。杉沢村。っていう映画を杉沢村伝説か杉沢村っていう映画、ホラー映画を見たんですよ。僕の親友で、小学校から親友で、青山くんっていうんですけど、青くんっていうんですけど、その彼と、うちでじゃあ飲もうよ、みたいな。何時が食べ？いや、それは牧くんです。なんで今、とてつもなく気になる話を挟み込んできた？今、ドカンってなったから大丈夫だ。まあ、続けてください。で、僕の親友と、まあ、うちで飲もうよ、みたいな、部屋飲みしようって。で、それで、映画を借りてこようってことになって、一個何借りたのかな？一個は、なんだっけな、一個は？どんなつまんないの？レオンの、ゲイリー・オールドマンと、誰々が出てる、ニッキー&なんとか、シド&ナンシーっていう、実際にいた、なんですか？ギタリスト、ボーカリスト、はい、が、なんかこう、まあ、最終的には薬中毒で死んでいく、史実に基づいた映画なんですけど、その音楽映画を借りて、で、まあ、それはちょっとこう、アーティスティックな映画だし、ちょっと気の抜けるものを見ようって。で、杉沢村伝説っていう、階段コーナーにあるんですけど、大抵階段コーナーにある、ああいう、なんていうんですか、誰一人知ってる俳優さんが出てない、ちょっと僕詳しくないんですけど、ものっていうのは、当たり外れがすごい大きいんですね。まあそうだね。大体外れます。そう、大体外れるんですよ。だいたい怪奇なのに、なんか女の人がやたらパンツを見せてたりとか、やたらセクシーと恐怖を混ぜてくる映画が多いんですよ。だからまあ、じゃあちょっと笑う程度に、ちょっと息抜き程度に借りようかと思ったら、これがものすごいよくできてる。怖いの？なんかね、怖くて、最後、切なくて、男二人部屋で泣くっていう、すごいいい映画だったんです。そんな映画。その頃、ケドニーさんは、ほのぐらいなんとかって映画で幼女に興奮してたんだよ。ほのぐらい水の底かな。なんで知ってるんですか？俺は知ってる。昔エロ本の白黒コーナーに書いてあったもん。ロリコン御用達ホラーって書いてあった。え、この内容だったっけ？まあ、ありましたけどね、そういうシーンが。はい。ね、それ結構、皆さんおすすめです。杉沢村伝説。SKE の方が出てました。僕はよく存じてないんですけど。割と最近の。ちょっと見てみようぜ。見てみたいな。もう一回ぐらい見ようぜ。もう一回見ましょう。うちで見よう。あれいいですよ、本当に。1時間ちょいでさっと見れるんですけど。杉沢ほら苦手でしょ。苦手だよ。俺最近ずっとなんかこう、ダンジョン探索ものってなんかめんどくさそうだなと思って放置してたペルソナ9を、シンガポールの飛行機の中でずっとやってたらドハマりしてね。超面白いでしょ、あれ。ちょっと通信でお前ペルソナくれよ。いいっすよ、俺のすっげえ育った未熟児様あげますよ。わかった。で、レイちゃんが回復の泉でファイってこうなった瞬間に、なぜかケドウィンさんが俺の DS の下に紙コップを添えるのね。どういうこと？何やってるの？いや、DS って言うから。ああ、回復の泉って。回復の技の技で。回復するなんか水っぽいので。DS の下でレイちゃんがこうやって足を開いてるから、こっから水が滴り落ちるってことで。地面に水溜まりができますからね。それで紙コップをすくって、二人で水ばっかり飲んでたらすっごいしょんべん行ったのさ。飛行機のトイレ7回ぐらい行ったよ。随分行かれてましたね。暇だったんですね。でも全君レイちゃん使うと、サブペルソなんか使えないからさ。全君レイちゃん優秀です。すごく。ペルソナ使わなくていいくらいに。そうなんだよ。だから俺は、あえて入れなかったです。ペルソナ使いたかった。前衛って誰にしてる？前衛はですね、でも、3勢が入ってきたけども、割と誰も強いかなと思って、今回サブペルソナ。そうですね。俺の予想だと、とんがってる性能だったナオトが、サブペルソナで補われて、俺万能キャラになっちゃうんじゃないかと思ってるんだけど。俺もそうしましたよ。だろ？いろいろつけて万能キャラにしました、ナオト。ハマムド、メキドしかないと思ったら、もうサブで補えばいいんだろう。優遇されてんじゃね、多分。アイギスも強いっすよ。アイギスも強いか。物理超強いっすよ。ああ、そっか。ちょっと迷うな。うん。まんべんなくされてることをお勧めします。わかった。